今回は、グッドラックの後番組の新 MC と報じられた川島明さんの運勢を鑑定してみたいと思います。履歴一覧から呼び出します。2021年2月、中心性イン年運結果運インです。 年運のコメントを確認しています。勝負強い年、表面上は嫌な場面、辛い場面、ピンチの場面など不穏な状況があるが、それが最終的には基地をもたらすことになるとあります。大運も確認しています。2019年6月に大運が変わっています。今の大運変換は食人です。大運のコメントは、 財運は盤石だが体を壊しやすい時期この時期はしたたかに生きて成功をつかめるんである常に忙しく仕事も多くそれ以外でも何かと多忙であるが皆自分の利益を生むこととなるとあります名識表に戻り鑑定日を2022年2月にしてみます 2022年2月中心性インジュ。年運欠陥を危険です年運のコメントを確認しています打って出るタイミングこの年は状況を変える時となっている自ら身辺を大胆に改革してよい時であるとあります名飛表に戻り吉凶星を見ています大運と年運と年中に点を打つ,つ。 年運に六場があります。天音は表現力、演出力に独特の才能を持っているということです。さらに、大運、年運にあるということは、才能開花の時期であるということです。六場、えー、略してありますが、六場基準と言います。財運、評価運が高まるということです。 2021年2022年ともに非常に評価が高まる時期であるということは間違いないです。しかし大運のコメントにもあるように体を壊しやすい時期でもあるので心身ともに健康には要注意です。今回はここまでです